第26回、前回に続いて略符号を追加します。商業、商工、商工業、最初、何々商、大臣、職業の7つ、それから今日は職のつく語例を挙げておきます。もちろんこの職は略号ですから、シャーシュー書の変化形の一つとして覚えると便利です。ただ職は例字のように矢と非常に似ております。9ミリ台であること、形もほとんど同じです。しかし矢よりも角度が80度ぐらいに高くなります。この方向の差だけで区別するわけです。動体符号になると、こういうわずかな角度差で区別することは難しいものですが、書き慣れてくれば大丈夫です。また略符号として、それから前回昭和の例示をしましたので、ここで明治、大正の書き方を示しておきました。また略符号として、特にここでおそらくと終わり、大いにを追加しました。変化の例をいろいろ挙げてありますから、練習問題によって応用して書いてみることです。それでは注釈を加えたいと思います。なお、その前に1点だけ、前回第1項という練習問題でありましたが、第1項という第1項と書きましたが、で第1項というような場合には、例えば第1号切り線を入れて号とか、何か対策が必要な場合もあるかということをお話ししまして、例えばその一例として、この区別の仕方とは異なるんですが、第1号が少し上、号の方がちょっとこの下、こんな感じで書いて区別するとかですね。例えばこれですと、高という音、高いというイメージでちょっと高めに、上めに書く、その逆が号というような感じで、一つの案です。アイデアというか案です。はい、それでは今回の内容で、職というの80度ぐらいということですね。やーと書きますが、もう少し起こしてみて、でこちら動体符号になるとっていう、この動体符号っていうのは、実際にある程度スピードを持ってですね、ささっと書かれた場合の実際の静体符号で、静かなという静体符号でなしに動体符号って、そういうような意味ですが、でこの職というのを書いて終わりをこんな感じ、もうちょっと経ってますけどね、こんな感じにしたのが職業。職業になんてここありますが、職業にちょっと話してますが、そのまま続けてもちょっと変わった符号ですが、で商業は商だけで商業、商工、これ前回出ました、もしくはこちらでですね、前回25回、将来っていう符号でもあるんですが、で商工の中に点を打って商工業、商工業者とか、ここに例があります。で最初はこのような符号です。で最初にこれを点を打って、こうさらにという符号ありましたけど、ちょうどここの頭にこういうふうに小円がついたような形が最初になんですね。これよく出てきますね。で何々省、省庁の国のですね、上に間を書いて、こう省と書くようです。ここ大蔵省とかですね、これ全部、ほとんど全部と言っていいですかね、現在ないような省庁の名前が今財務省とかね、そういうふうに変わっていってますので、昔の、厚生省が厚労省とかですね、厚生労働省とか、あと例題で運輸省とか出てきますけれども、今国土交通省なんですかね、その代わりのものといえば、
ですが、このテキスト、その古い時代のもので書かれており、略符号一覧に出てくるものもそういう言葉が出てますので、そのまま書いて、まあ、現代のその、そういったものは皆さん自身で考えていただいて、こんな要領で略していくんだよっていうような、助けにもなると思いますので、このテキスト通りにですねやっていきますが、大蔵省なんていうのは「お」だけを書いて上に「省」で「大蔵省」とかですね、外務省、まあ、当時外務省って「か」だけ書いて外務省と、現在例えば財務省なんていうと、まあ「財」を書いて上、まあ、ここに上なのか、こう書いてここを中心に上こうなのか、もしくは「さ」だけ書いて上にこうとか、もしくはここをのすぐ上ということで、こんな感じで書くか、こっちで書きますかね、この辺りですかね。例えばそんな風で区別のつくように必要に応じて、対応していってください。大変面倒見が悪い言い方なんですが、はい。で、大臣も同じような感じで前の符号に、前回でしたか、どうでしたか、通りっていうのがありました。あれと全く同じです。農林大臣とか外務大臣、大蔵大臣、まあ、現在だったら財務大臣、まあ、さだけ書いて、まあ、こんな感じで財務大臣とか、うん、まあ、そんな感じですね。はい。それから内閣総理大臣っていうのはあります。内閣はいいんですが、これで総理大臣ですが、略符号一覧の「祖」の部のとこ「祖」のとこを見ますと、総理大臣「祖」を書いて、まあ、単独で総理大臣っていうの場合に総理大臣で、前にずっと出てきて前の符号に引っ掛ける場合は、まあ、こういうような感じで、すなわちっていう符号ありましたけど、あれと全く同じですよね。長瀬の内閣総理大臣とかですね、こんなような感じですね。で、総理大臣って略号一覧欄にありますけれども、総理だけで出てきたら、総理だけ出てきたら、総理大臣の総理どう書くか、まあ基礎符号通り総理がラリラリなんですが、総理なんですが、なんかちょっとね、私はちなみに総理ときたら総っていうのを出ましたけれども、これを流した、これ総理、総理がとかこういうふうに書いています。そうすると、まあ総理大臣でもいいんですかね。ここの部分がさっきの総理大臣とか、前に引っ掛けてこれだけで総理大臣というのもありますが、なんかちょっとややこしいんですが、一度ちょっと整理してみてください、そのあたりを。はい。あと昭和とか大正とか明治とか出てきます。あんまり大正とか明治とかね、ちょっと今平成令和の時代になりましたけれども、まあこんな感じ、対象は省ですよね。省だけ書いて、まあその線の内側に次のもの、明治は目なんですけど無だけで書いてますね。無と書いて下に数字書いて、こんな感じで、おそらくお楽と書いて点をここに打って、おそらくあんまり略符号おそらくとか、例えば書くところお楽点、なんか点を打つのに時間かかるのでね、どうかなと思いますけど、オーラークだけでもいいのかななんて思ったりしますけど、ちなみに私はオに、オの真ん中にこうラを交差して、まあ即音のオラと書いたような感じですが、こんな言葉ないし、おそらくと書いたりしますね。これ私流ですけど、よかったらお使い使ってみて、検討してみてください。終わりに、あ、終わり、大いにとありますが、大を書いて丸書いてちょっと右下につけて、これお、これ自体終わりなんですね。ここにあります、終わりました、終わりましたとか、こういう感じですね。で、終わったとくると、おあったで終わった、おあってで終わって、ちなみに終わるだと、こう終わる、こう書きますね。終われば、我、前の符号に我、られとかね、わる、さる、はる、ばるとかね、このこれ使います。終われば終わる、まあ、ちょっと一個一個個別対応的なんですが、で終わりで、これが
終わりにとくると終わりにでもいいんですが、略符号一覧ではですね、おの部のところに終わり、この部分に点を打って終わりに、これで終わりにとしています。まああと場合によって覚えて使うのもよし、終わりにと書いてもいいですしね。まあその辺はおおらかに、はい。でこれがこれ自体で大いにとなります。じゃあ大いなるとかだとどうなのかなと思うんですけど、大いなるとか、まあどう書きますかね。私大いなると来たら大いなるというよりも大をね、おだけで書いて大いなるなんて書いたりしてますけど、ちょっといまいち固定化してないようなところあるんですよね、私も。あの語によっては、はい。ですみません、そんな説明でアバウトですが、はい。あと商業学校に出して小だけで小学校だとこういうふうに続けて、商業学校だとまあ話して書かないとわからないっていうことでこう書いてありますけれども、ただ商業がとくれば商業がとか商業のとか書くんでしょうね。あまり使った覚えないんですが、はい。それと就職問題、就職なんていうのを就ときて、この職というのは結構80度ぐらいとか、まあ言葉ではそういうふうに表現されてます。そうすると就、ここではこんな感じで書かれてますけども、なんとか無理やり立たせてこんな感じで、むしろ逆にこっからこう出てもおかしくないというか、まあそれでもいいのかなと。まあ例題なんかで出てきた場合にこう、まあこの通り書くかもしれませんけれども、主食なんかは主と書いてこっからこう無理やりこう書くよりはこうこっちに出してますね。お食もそうですね、こっちに親はまあこう傾いていいんですけど、立てるためにおはこうこっち側に出してますね、左側というか、はい。そんなところでしょうか、はい。重工業、就工とか就合とか読めます。ちょっと重工だけで工業っていうのもちょっと抵抗がある時あるんですけどね。まあその辺、そんな微妙な言葉の文脈とかってもうキリがないぐらいありますのでね、はい。まあおおらかに私も捉えていますが、はい。それでは練習問題を書いてまいります。彼は昭和42年に大学を出て石油会社に、これ続けて書きました、就職しましたが、続けて書きました、もしくはこっち側に出てもいいんではないでしょうか。1年で退職してちょっと立てるのが難しいです。運輸省に入りました。りってまだ習ってないんですが、らに対してり、こちら側に丸をつけます。これ運輸省、略符号一覧で228ページにうの部で出てきます。運輸省、今運輸省っていうのないんですが、はい。外務大臣は総理大臣に先立ってアメリカに参りました。近来の日本は重工業でも世界的な存在で、ことに鉄鋼の生産額はアメリカ、ソ連に迫る実績を上げております、もしくはております。彼はクラスで
第1位の成績です。会議が終わりましたら皆さんを食堂にご案内してください。ご案内、ご案内とも書けます。もしくはご案内でもいいです。ごはおを使います。おを使って書けますね。これいきなり会議と出てきましたので、以前説明しましたが、前の符号関係とかですね、いきなり出てきたら丸書いて関係とか丸書いて会議とか、こんな感じで書くということです。我々職員の考えはおそらく、もしくは私の書き方おら、これでおそらくと書いてます。農林省の皆さんのお考えに賛成なんだと思います。大学は出たけれども、就職の問題で失敗いたしましてお話になりませんでもいいんですが、お話になりません。あなたの会社に最初に求職者を回すことにいたします。講義はございませんが、最初が大事だと、とも書きますね。たとというのは後で出てきますが、たとでなく、たーと、6ミリぐらいの、傾斜の強い、これでたととかね、たてもたてでなくて、逆、これたてをそのまま逆にこちらに、たてとか、こういう書き方ありますね。これ一応紹介したということで、もし次回このタトという符号、タテという符号が出てくるまでに出てきたような場合は、この書き方使ってみようかと思います。大事だととか、大事だと、鈴木先生の訓示がございました。田中さんは明治43年の生まれです。茨城県から最初に大臣が出た。茨城、この春です。原ではないんですが、まあ、このようなものに原にも使っちゃいます。実際茨城県、彼はパンを主食としております。彼は実に演劇界で異色の存在である。政情不安な時代の外務大臣だった。不安も不安と書いて不安ともできます。もしくは不安ですね。で、外務大臣だった、何々だったっていう時にですね、外務大臣だった、私は何々だった、前の符号の、まあこの列、この横ラインにより少し下目に他を書いて何々だったっていう、こういう書き方があります。このテキストでは出てきませんが、何度も今までも何度か言ったパターンの話ですが、この著者の谷田先生がこの本を使って通信教育してみた、見えた頃の、教材というか教材のようなものにそのような書き方出てましたので、はい、よかったら使ってください。私は私だったとかですね、こういう感じです。少し難色があるけれども、おそらく、もしくは私の書き方、おそらくあの男だったら、今のだったを使います。だったら職責を十分に果たしてくれることと我々は
期待している次第であります。男もおっしゃりとかと同じように逆向きに男と書いてもいいんではないんでしょうかということで、私谷田先生にこれ質問したことあるんですけど、一応こういうふうに普通に書いてくださいとは言われましたけど、私こちらを使ってます。反逆して使っております。新しく田中内閣が誕生いたしましてから社会的な問題が続けました。続々と新聞市場に、新聞市場でもいいんですが、新聞市場におきましても問題視されております。問題視されて、もしくはおります。我々は新政府がどんなことをするか大いに期待している次第でございます。おそらく、もしくはおそらく外交関係で第一に明るい情勢が生まれてくることであろうと思いますが、内政問題でも諸種の改革が断行されるものと期待しております。期待して、もしくはおります。はい、今回の内容以上で終わりました。終わります。失礼します。